Hey, music fans! As a roadie, I had this great opportunity to tour with all these bands. I wrote a book about my experiences on the road, and it was the number one new release on Amazon and bios and it's now sold millions of copies on Kindle. I'm Joel Roadie, and this is my podcast, Party Like a Rock Star. Yeah, yeah, yeah. Hey guys, so I was asked to react to this video of Marty Friedman from Megadeth. He's also done a lot of solo records, by the way. And he is interviewing a couple of the ladies from Nemophila. This is a request from Mike in Texas. So we're going to give it a go together. We're going to check out this interview and hopefully it's very interesting. So let's do it together. Let's go. ではメタル女子のお悩みを聞いていきましょうまずはボーカル、ま、さんのお悩みはいえっとですね私たちの曲結構歌詞に英語が入ることが多いんですけども、うん、本当にあの歌詞で発音でですねすごい苦戦することがありまして例えば<ー> R と L とかあとはまあ TH の、はい、こう。 あるね。あんまこう日本語口開かなくても喋れちゃうけど、英語だともっとオーバーに使わないと発音できないこととか細かいのが。英語筋がね、働かないですね。はい、ということでちょっとマーティにヒュインと解決してもらいましょう。はい。僕の意見、外人としてのポイントですね。はい。あの先の MV 見ましたね。で、歌詞が書いてありましたね。それを見たら逆に。 はい、あの日本語的な英語の発音の方が可愛くて珍しくて魅力的だからその歌詞を読みながらその意味が伝わってくるんですし。はい それプラスその自分の声の魔法とかナチュラルに歌いやすいような歌い方も楽しめるのでそれは失わない方が外国人にいいと思います。なんかかすごくあったかい <laughs> 温かくてちょっとほととせました、ねまあ、とはいええー、やっぱり時にはねこう初めて例えばライブ会場で見てくださっているお客さんには伝わるような発音とかやってみたいと思いますもんね。だから手伝います、もう最終的に僕は質問を握ってるわけじゃないんですけど <laughs> ありがとうございますじゃあつ私の中で発音がですけど例えば、えーえー、ライレフトライトのライトと明かりのライト。 のどっちみたいな僕はあのすごいカタカナ英語が可愛いと思ってるから見てるだけなんですけどじゃあレフトもう一回言ってくださいレフトいやあのレフトの頭 L あるじゃんそうそうそうだから舌をとりあえず歯の裏を触ってから言ってみてくださいレフトあマシになったマシになったマシになったって結構厳しいまだ完璧じゃないですよ だからそれをさらに強調して大げさして Left。英語先生いいね。Left。いいじゃん。だから T のところはもう完璧じゃん。よく日本人は Left とか言うじゃないですか。それを T で終わるのが超外人っぽいだから Left。 いいじゃんじゃあライトやってみてくださいライトああそれは R と W に, w になっちゃう W になっちゃった、oh. 白になっちゃったんですね <laughs> だから逆にあの歯の裏じゃなくてあのその上の何ですか裏後に座ってから RIGHTRIGHT right 口の両方の縁から RIGHT <laughs> <laughs> <Right. S 1> あいいんじゃない、うん、ちょっとなんか笑顔みたいな。<Right. S 1> ああいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない,い,い,んじゃない笑ったらいいんだ。笑ったらいい。Right. さらにメタル風に言うとメタル風に。Right!Right! <laughs> ま <laughs> あいいんじゃない全く問題ない。<Right. 笑> それより上手になってほしくないほど。<laughs> はい マーティのアドバイスはいかがでしたかいやすっごい分かりやすくて <laughs> 皆さんあの、気が付いてないようですけどマーティはアメリカ人なんですよね一応アメリカ生まれです <laughs> <laughs> さあということで <laughs> 見事牛ゅと解決はい本当のネイティブ英語もいっぱい練習してきますけどもかわいいからこの 悔、はい、しい <laughs> さあ続いてはギターのサキさんのお悩み <laughs> ギタリストってやっぱりこう一流になると指紋がなくなるって聞いたんですけどああですかねサキ、ね、さんの指紋は指紋はまあまあ残ってるんですけどっていうことは練習不足じゃないですか <laughs> ああそういうことか <laughs> そういうことですね指紋がなくならないと一流とは言えないんですかね じゃ、あちょっと、あの、ね、ローリーとマーティンに、あの、指紋を見せてもらいましょうか。この感じですね。はい、まずは、じゃあ、あ、えー、ローリーの指紋。あの、僕の指先には、一と書いてあります。<laughs> あ、は,は,はい、はい、はい。あの、弦がね。はじめっていうか。はじめさんがいっぱい,いる。そうですね。なぜか。完全に。僕も同じ感じですよね。ねあの、例えば、レコーディングとか、なんか、の、十時間ずっと弾きまくってる時に。 その時はなんは指がボロボロになりますけどあの指紋完全になくなったのは意外と昔の感じですよね。そういうい経験はあるんでですねでもねも結構ある、実は今の指紋は多分なんかの2割が薄くなってるなんですけどちゃんと指紋が残ってる、うん、でも女子ミュージシャンの質問ってかわいですよね。<laughs> <laughs> thing would be she said that to become top notch she already is top notch and they sort of reminded her of that cuz she is fantastic the english stuff was interesting and she did a fantastic job you know my concern with speaking about the english language and the issues in singing is i want the performer to focus on being awesome not focus on trying to be perfect it takes your head into a different space so I love those ladies. I think they're great. I think that was a fun interview. It was interesting to hear him speak in Japanese. That was a trip, man. But uh, I did enjoy it. I appreciate you sending it to me, Mike. And I look forward to seeing everybody on the next one. Hey guys, I hope you enjoyed the show. I now have a Twitter, Instagram, TikTok, Discord, and even a Patreon. The Patreon you can join for as little as one buck. The handle on all of them, it's of course, Joel Rohde. I'll see you guys on the next one.